相談 no,、so、皆様からお寄せいただいたご質問にお答えしています。えー、吉川さん、えー、これはちょっと変わった質問でご,ご興味があるかどうか分かりませんが、母親との精神と胎児の関係について質問したいと思います。アメリカ文系でいろいろありましたが、胎児との神経系のつながりもなく、まだ分からないところ、たくさんあるそうなんです。聖書の図に入っていきます。お付き合いください。アラブ人のルールのアブラハム家庭の、えー、イシマエル、アブラハムの孫のヤコブの子孫のユダヤ人、他とありますが、 聖書にヤコブの争奪が兄レアと妹ラケオの間で行われていました。この姉妹の心の繁栄が面白くて子孫に反映しているという考えですそれは母親と胎児の精神的な影響を受けという想定を考えるとどれくらいわかりませんが考えられます。今の中東の戦いのルーツがあると考える人々はいます。イエス・キリストのルーツはユダです。ユダの名前はレアが神に 感謝してつけた名前です。このヤコブと二人の姉妹の関係から母体と胎児の関係が非常に興味深いです。子供が受ける親の影響はゼロと伺いましたのでは、体が受ける母親の影響はいかがですか <laughs> 一時的にあるというのが常識なんですか私も思,思ってます。その程度で胎児、母親胎児の脳のメカニズムはどういう関係なのかもしくは意見を持っている人お聞きしたいです。えっ、ー、と、まずですね、母親の子供が受ける親の影響はゼロというのは環境として、環境要因でした。だからあの、えーと、ジュリス・ハリスの、えー、その論文は、Heveaid the Child's Environment っていう子どもの環境はどこにあるかということでその子どもが育つ環境社会的な環境の中では親の影響は統計的にゼロであるような育て方がまあティピカルであり望ましいということなんですけどでお書きになっているのは聖書の、えー、と人間関係の技術とは大変興味深いですよね。で興味深い と思いますしその人間洞察に優れていると思うんですけどそれとその今の例えばの中東の状況の因果関係があるのかというとそうではないだろうと思いますあのメタファー人間のむしろ脳のメタファーを作る能力ってのはすごくてですねいろんなものと結びつけちゃうんですよねだから話半分に声が読んでくといいのかなと思いますけど、うん、で母親と大事の関係ってのは当然あの例えば母親の声聞いてますあとえっ、ー、といろいろ免疫的にも例えばあのまあ つががなことが知られてるんで例えばそのそうですねあの腸内細菌なんかのやり取りなんかにも大きく影響があるだろうとか思わ言われてるんでまあそれは当然生物としてあるんですけどまあえー、っとそのまあ実際の,その生物学的なつながりとそういうなんかその聖書の記述っていうのはちょっとレイヤーが違うんで聖書の記述はあくまでレメタファーとして捉えるのがいいのかなと思うんでね歴史的な事実ともまた微妙に違うんでそういうなんか タクソノミっていうかその分類をちゃんと頭の中に置いて入れておけば別にいいのかなと思いますけどねえっ、ー、と次ですねひまわりさん先生の同級生やらワニさんについてお聞きたいですえ先生は彼は先生の話を聞くとと,とんでもなく頭がいいの分かります個人の意見ですがそんな兄さんですらえ名前を聞いたら誰でも分かるというような天才ではない気がしますこれはなぜでしょうかやはり神道と言われる人は秀才大天才とは真逆の人たちのことなのでしょうか私の見解 ととしてはは秀才と天才天の違いは想像力があるかないかでありやはり1から100にするのが秀才で0から1を作り上げるのが天才だと思います。この観点からはえ言うとワニさんは秀才のトップであり天才ではないと感じます。マニアックな質問ですがお返答お願いします。いくつか問題があってですね、まず天才というのはそのアチーブメント、んか世間の達成として捉えたときにその,その達成が <coughs> 世間に 分かかりりやすすいいももののととそうう簡単に分かりにくいものがあると思うんですよだから単純にあの知名度とか作品がどれぐらい流通してるかということだけで、えー、天才かどうかってことを判定すると単結果論ですよねで実際には世,世間で流通してるんだけど大したことない作品なんて腐るほどあるし世の中にあんまり知られてないんだけどすごいことやってる人ってのはまた腐るほどいると思うんでまずそこはイコールじゃないってことが一つですね。もう一個は天才の あ知性っていうのは不適応になるんですよこれがもうなんかみんなすごく誤解してるところで世の中で活躍してる人ってよくよく精査するとですね中途半端な頭の良さっていうのが人が意外と多いんですよ僕から見るといやこの人そんなにだからそれをか評価するってことは別なんだけどねいやそんなに頭良くないなって感じることってのはしばしばあるんですよ。 だけどそのでもそれが世間の人はあこの人頭いいよなと思ってるってケースよくあるんですよ。なんであのそこら辺ひまりさんも徐々に分かってくるといいですよね。だから何て言うか簡単に言うと知性があるとか頭がいいってことと世の中でそれが成功するか知られてるかってことは全く別問題なんですよね。っていうことが分かるとすごくなんか世の中って深いなと思ってくるようになるしあとまた謙虚になりますよね。あの要するに 大したことじゃないなってことが分かってくるんですよ。その <laughs> 世の中で成功してるとか、そういうことって。そういう僕は基本的な考え方を持ってますんで。でも、その上で、でも、やっぱり。何かやった人は偉いんだろう、偉いっていうか頑張ってるよねと思うことはもちろん間違いないですよ。だから、無名な人とか、世の中で知られてない人の中にいかに。優れた人がいるっていう、そういう風になってくると。結局、一人一人を大事にするっていう態度に変わっていくるんですよね。一人一人が無名、有名に関係なく。あのみんな素晴らしいっていうふうに。 なっていくんだと僕は思うんで、あんまりそういうね、この人は天才だとか中才だとかいう分類にはあんまり僕は興味がないんですけどねえっ、ー、と利谷さんかな森先生こんにちは蓮舫議員が、えー、五輪選手と日本人が病院に搬送された場合どちらを優先するのかと国会で質問した際にあそういう質問したんだ菅総理が明確に答えなかったということに全員が集まっていますおそらく蓮舫議員は日本人を優先するという答えを引き出したかったのだと思います しかし私は答えられなかった2そうよりこの質問をした蓮舫議員に問題があると思いました。なぜならば命に関わるもん場面で差別を認めるような質問だと思うからです。治療の優先順位は国籍や所属など患者の属性あるいは罹患した理由によって判断されるべきではないと私は思います。まあそれはそうだな。それもしそれが認められるならば逆に海外の日本人は現地の人より存在な扱いを受けても仕事がないということになります。そうだね。日本議員の様子を映像で拝見しましたが非常にセンシティブな文脈で五輪とコロナの問題を取り上げていることを自覚しているように見えませんでした。 立憲を標榜する野党の看板議員ですが、この程度の人権意識なのかと私は全ぜとしました、なるほど、菅総理が明確な回答を避けた理由は別にありそうですが、結果的にはそれでよかったと思います、また今回の事例によって、東京五輪の問題と新型コロナの問題を分けて考えるべきだという森先生の主張に腹落ちしました、森先生はどういううに思われますか。 あの蓮舫さんをはじめ与,与党の議員が厳しい質問をするってのは当然だと思うんですけどこれはだから僕その蓮舫さんとあの菅総理のやり取りって見てないんでちょっと今すぐここでどういう文脈だったかわかんないんですけどあのー、一般的に言うと日本人のそういうことに対するリテラシーが低いんでまだだからそのせいなんじゃない <laughs> うーんと思うよ。だからそういう発言があった時にトシさんの感覚は僕は立派だと思うんですよ。とても 的な感覚をなさってると思うんですけど、でもそういうことが一般に反映された報道とかなされてないですよね。それはだから教育の問題で日本のあの教育がクソな教育だからですよね。その批判的な思考を育むという点においては、チーチーパッパで答えを覚え込ませるっていう教育しかしてないから今のところ、だから議論って一番苦手なんじゃないですかね。だから土屋さんこう考えたらどうでしょうか。あの要するに。 まあ、国会での議論っていうのがあの最高法なものだとたとえ仮にしましょうつまりなんていうのうえー、小学校からディベートの技術を積み上げていってそれでやっとたどり着いたその国会というところで最高の議論をしてるとするならばですよあのなんていうか、えー、それ小学校中学校高校って大学って 積み上げてってそのグランドチャンピオンが国会に集まってるってんだったらもっとみんなちゃんとした議論すると思うんですけどそもそも議論する教育はないじゃないですかそれ評価されないじゃないですかだからその構造的な問題だと僕は感じちゃいますけどねあのでおっしゃってる本とその通りだと思いますおびわんカルツさん HiDr.Kenmogi, I have a question for you What do you think about the relationship between noise and non-locality? There are many noises in the brain at various levels and these noises affect the various processes of neural activity. The same input gives rise to various responses, not like a computer. And some scientists think that this is completely stochastic. However, there must be some kind of causality in the mechanism of noise producing, and this must be related to non-statistical thermodynamic effects and also the social of consciousness. And in this point, the nature of consciousness might be related to the nature of life. Dr. McGee mentioned in this article uh, that conscious process is non-locality. I think that this can be interpreted では、uh, various brands of neural correlation, radiation, various brands might be generated by the mechanism of noise producing. How do you think about this idea? あ、oh,、あの、面白いと思いますよ。で、あの、要するに、統計的な、要するにあの、いろんな自由度が相互作用するということから、 その統計的なロジックが出てくるんだけどその統計的なロジックが出てくるってことは当然それノンローカルなんで,でノンローカルっていう時にその量子力学的なノンローカルティエンタングルメントとかいうのはあるんですけどその古典的なノンローカルティっていうのはその、えー、と普通に軸だからその、えー、と相対性理論の枠組みで言うと空間的なセパレーションスペシャルセパレティーっじゃなくてライトコーンの中で、えー、と普通に軸空間の中でこのライトコーンの内側で非高速度以下の相互作用でつながっていく。 クラスターの中で起こることという意味でのノンローカっていったら当然あるわけですからで意識っていうのは当然その中で行われていることなんでそこはものすごく重要なポイントだと思うんですよで通常の統計理学のアプローチだとアンサンブルを取ってそれで統計量を計算しちゃうんでそれじゃなくてその相互作用コーザリティインタラクションのに依存したそういうなんか平等を何か作るべきだと思うんですけど。 まあそれノート氷屋からずーっとずーっとずーっとあの何ていうか課題なんですけどね。ロッペさん、こ,このチャンネルの視聴者は正式 YouTube を見てる方が多いのでしょうかまたは子育て中の仲田なのでしょうか。というのは前々回の百田直樹チャンネルゲストはえ有本香里さん会見さんで森先生のことが少し話題になってました。へーそうなのか えと私は政治系 YouTube ではアメリカのメディア、日本の,こ日本の個人 YouTuber を見ておりますが、トラモンニュース出演者は時々森先生のことを笑いされていますので、えー、そうなのか、このチャンネルは政治に関心のある方を見ているのではないかと思いました。私は約10年間、海外生活をしておりますが、その中で持っ,っていたことなど、いろいろ質問がございますので、1個ずつ質問させていただくうと思います。個数ヶ月はうん政治系を見 多く見てていいたの話しちたたででままっっすすが戻ってきましたコメディも面白いです、まあ、政治の地節を今迎えてますよね日本はね。でその中でやっぱり日中関係米中関係日米中関係は極めて重要なことでそこにおける戦略ってのはすごく大事だと思うんですよ。で僕はやっぱりそのリベラルとか保守とかそういう対立よりもインテリジェンスが大事だっていうのは僕は立場ェんス系 どういう人がチャンネル見てるかっていうのはわかんないんですよね。だいろんな方がいらっしてるんじゃないですかね。だからクロッペさんみたいに普段政治系 you を YouTuber を見てらっしゃる方も来てらっしゃるでしょうしあるいはお書きになっている子育て中の方なんかも来てらっしゃるでしょうしある少なくともこの「ノーなんでも相談室」はいろんな方がいらっしゃるコミュニティになってるんでぜひこれからも政治系の方もぜひいらっしておきたいなと思うんですけどもモノモノ元就か元就伊藤さん。 長い時間、経過を忘せたように何かに集中できたとき、自分では達成感があるのに多くの時間を費やしてしまったときには、えー、実際には効率が悪くなっているのでしょうか、客観的に見て進歩が遅い場合、達成感は自己満足なのでしょうか。えーとですね、通常の見解としてはフロー、フローがフローになっているときには、最高のパフォーマンスになっているというのが通常の見解なんですよ。ただし、ですよ。あのこれそのフローって、えー、とある程度フラットなプラットフォームに入ったときに、 達成されるんでるでであ意味では線形的な領域って言ってるんでしょうかでそのフローじゃなくて、えー、ぎこちなさがある時って逆に進化があるんですよそこにね。じゃあ例えば分かりやすいで言うと 100m を走る選手がいたとしてそれでフローで世界新記録とか出したりするじゃないですかウサイン・ボートさんとか。その時には最高のパフォーマンスをしてるんですけどじゃあボートさんがそこに行くまでに自分の走り方とかチェックしたりとか。 あのフォームを変えたりとかする時ってぎこちなくていろいろ手間かかるじゃないですかでもその時にすごく大きな進化がありますよねだフローは大事なんですけどそのぎこちない時いろいろ探ってる時も同じぐらい大事で,でそのバランスが大事なんです、ね、だから100%フローというよりはぎこちない時間なんかダメな時間もある方が進化があるということですですから正則本原さんが気にされてるのはそういうことなんで、えー、とフローは大事なんですけど逆に えーとなんかぎこちなさとか引っかかりを感じるような時間帯も大事にしていただくとそのいろんな領域を使った成長の曲線のいろんな領域を使った、えー、学習ができていくのかなと思いますけどもえっ、ー、と次せキならな気象さん茂木さんは氷山の謎を解けていないとおっしゃってましたがフェルマンの最終定理を証明したアンドリュー・ワイツみたいに何年ぐらい勢いに引きこもって、えー、謎を解明しようと考えられますかす、まあ、素敵ですよねな、うん、なかなかあのー まあ家に引きこもるっていうかその、えー、と論理の哲学論考を書いたビットケンシュタインなんかも3年ぐらい山小屋に引き込んでましたからねまあなんか憧れはあるんですけどただそ,のそれでどれぐらいあのできるのかっていうのはまた別問題だよのとあと今インターネットがあるんでやっぱインターネットをつなげちゃうだろうっていうのとあとワイルズがそのファルマの最終定に証明した時にこれご存知だと思うんですけど最後あの行き詰まってて学会に行って学会で聞いたネタがあの元になって証明ができたんですよね。 やっぱだから完全な孤立というのはあんまりいいものではないということが分かっててだから物理的に孤立してても結局情報論的に孤立してないということがあるわけだから問題だからそのどれぐらいエンゲージするかってことなんじゃないですかその物理的にこもるというイメージはすごく素敵なんだけどどれぐらいそのことにエンゲージするかってことが、えー、大事なんではないかなと思ったんですけど速水、はい、拓さん動画拝見させていただいておりますありがとうございます。私から1つ させてく質問させてください。茂木さんは「認識論的と存在論的」という言葉はどれほどような意味で使われてますかご回答の方よろしくお願いしますって。俺あんんまり認識論的論的的存在っってて言葉そななに使ってないよねであのエピステモロジカルとオントロジカルって言葉についてはもう学会で確立されたあの表現があるんで。あの あまりそれ,をことかそ,それ以外の独自の見解ってないんですけどだからググっていただけるとたいそこに書いてあるのとか僕がだいたい使ってるような意味合いだと思うんですよね。でハビング・セ、えーター、まあ、それを言った上で、まあえー、と認識っていうのはねあの意識っていうか認知科学の文脈でいうとそのどっちかというと無意意識ととか計算論的な意味でで使えることが多いんですよだからその、えー、とコーギニティブっていうのは認識論的っていうのはそのな,んなんていうんですかね、えー 計算論とかコンピューターサイエンスとか AI とまあなんか相性がいいんですね。で問題はその現象論的フェノメノロジカルっていうレイヤーがあってそれが意識のレイヤーなんですけどそれがいわゆる認識論的コニティブとかそのエピステミロジカルみたいなこととどういう関係があるかっていうことの方が僕の固有の領域かもしれません。で通常その認識論的って言われてる時にはその現象論的現象学的エピス、えー、とフェノメノロジカルなレイヤーっていうのは無視してるんで。 むしろそっちの方が僕は興味があるのかなって感じですけどね。終始中村さん、ご視聴ありが d うございました。MogiPhD、huh. えっと、どうもありがとうございました。もう一つの日本の政治家は、フラストレーションと日本の政治家は、フラストレーションと日本の政治家は、フラストレーションと日本の政治家は、フラストレーションを…フラストレーションと日本の政治家は、葛藤 うん、イライラ <laughs> を生み出すのはうまいですね。まあ、だけどそういう世界なんでしょうね永田町っていうのはねあの要するにビジョンとか政策とかを競う合う場所というよりは人間関係とかしがらみとかそういうのの芸術家である人が出世していくんで、まあ、そういうふうに見えちゃうってことなんじゃないかなと思うんですけどね。えー、と斎ろさんこれらの解釈合ってますか1前頭油がハブのように働くのは神経伝達物質のしのじ業りもである2 脳が酸欠気味というのは ATP がつけないという状態のことよろしくお願いします。えっ、ー、とですねえっ、ー、と神経伝達物質であると同時に、えー、そのネットワークのコネクションですねだから基本的に体の神秘質っていうのは、えー、グルタミン酸とそれからギャバなんかが要するに混分性抑制性の結合のバランスでできてるんですけどですからその神経伝達物質自体がそんなに変わるわけではなくてつま前頭葉を中心とするネットワークで。 神経伝達物質の、えー、とあとその重要体の分布に特徴があるわけじゃなくて、まあ、ドーパミン系はちょっと前頭葉を中心として特殊な、まあ、セロトニン化もそうかなでもそれに起因するというよりは <coughs> そのネットワークのコネクションの幾何学が前頭葉ハブのように働かせていてそれを助けるのがそのいろんなニューロトランスミッターだと思いますそれから脳が酸欠気味というのは ATP が救えない状態であるうーんそうです、ね、の酸質の メタボリカルフローみたいなものと関係すると思いますけど、えー、と酸欠気味っていうのはあれですかねあのだから呼吸とか脳の血流の変化なんかによって、えー、と十分に脳にいろんなそその、まあ、酸素っていうかそれいから行き渡ってような状態をさしてらっしゃるんでしょうかね。まあとまあ、当然そのやダ,ウンダウンロダウンっていうかそのダウンストリームのところに ATP の生成とかそういうことに影響を与えるんですけどそれ以上にその全体的なその身体のビヘイビアとかそういうことを。 えあと「無限集合論」の話をね、えー、と書かれていらっしゃるんですね。えー、あのー、まあいろいろそのなんていうか「まあ、無限集合論」にはたどり着かないそうか、まあ、だけどねあのホームスクリーンではたどり着かないとおっしゃってますけど普通に、えーとですね、昔はそういう岩波新書とかでそういう本があったんですよねたくさん。今もあんのかな ゼロの意外とだから岩波新書の数学関連のやつで小学生が読むようなやつやってまあ俺が勝手に小学生で読んでたんですけど書いてありましたよいろいろだから今だとブルーバックスなのかなでもあと岩波新書もあるんだろうしなんかマーケットがだんだんそのなんかおもねにようになっていっちゃっててあのそういう本物のことって本当のことをあんまり優しく提示するって感じでなくなってきちゃってるんで。 それはだから日本の特殊な病院かなと英語圏だと意外とそういう本がいまだにあの出版され続けてるんですけどある種の,その啓蒙主義っていうのがいい意味でも悪い意味でもなくなっちゃったっていうのが日本の今の課題なのかなと思いますけどねえっ、ー、と大志田島さんえー、っと僕はここ数年世間に流布する,する天才という言葉に対して少しばかりの拒否反応があります一つの理由はそれが安易なデュセックス・マキナーだと思うからです一言で言でえば 先に言えば大鳥ドのような天才がいれば日本の課題は解決のような取り上げ方があまりの精神につながってしまい誰かを競争にしたってたり自分たちの自立心を失ってしまうのかと気がするのです。もう一つの理由は日本レベルで天才と言われている人でも世界レベルで見たりあるいは長い歴史の時間にじけて見るとまだその評価は不正確に過ぎると思うかです。おそそらく世間でではそれまそこまで 言葉を厳密に扱ってもないでしょうけども僕は神経質すぎるのでしょうかいやいいんじゃないですかあとさっきのご質問にもあったんですけど天才かどうかってあんまりどうでもいいんじゃないですかねでよ,よ天才というか言っとけるんじゃないですか <laughs> 僕の感覚だとあれですねあのなんだっけ <coughs> よくほら飲み屋で酒酒場であの客引きの人が「よ社長いらっしゃい」とか「社長っていうか先生っていうのか社長先生っていうじゃんあれと同じ程度どういうことだと思うよ天才ってよ天才 お天才さすがですねみたいなそんなところでしょ別に実際にそれが価値がどうかどうかなんてそんなに簡単に分かることじゃないし日本のメディアが天才って言ってるのは単に社長とか先生ぐらいの「よし社長やったらしい」みたいなレベルの話だと思うよそれ以上でもそれ以下でもないんだから別に気にしなくていけないんじゃないですかオードリー・タンさんは僕すごく素敵きな人もだと思うけどじゃあオードリー・タンさん天才なのか計算機科学とか アルゴリズムっていうかコンピューテーションの,あの歴史の中で天才なのかって言うと「うーん」って思うじゃないですかだからいいんですよってでも素敵な人であれだけのことやったのは偉いなと思うわけだからで踊りたん天才って言ったら別に違和感ないじゃないでもじゃあチューリングとかフォン・ノイマンに比べてどうなんだどんって言うとうん」ーンってなっちゃうしでそれ言うんだったらさ <coughs> <coughs> フォン・ノイマンでさえじゃあフォン・ノイマン何やったんだよって言って「うーん」って言っちゃうレベル設定もあるわけだから <laughs> ややこしいよね世の中ってねだからうんあんまり気にする必要ないんじゃないですか ちなみにですねこれファインマンマご冗談でしょファインマンさんに書いてあったんかなちょっと待てよなんかに書いてあったんだけど人が何をやったかっていうことを指数関数で表すっていうのがあって要するに1個が10を定位にする指数関数だとしたらさ1個は変わると10倍になるってことね。でニュートンがこれぐらいアインシュタインがこれぐらいとか、う。ん でんかねえっとねそれな、ね、確かランダウがあのロシアの物理学者ランダウ売ってるじゃないですかランダウがそういうことを言ってたんだってことをファインマンが書いてたんだったけど <laughs> 指数関数で考えたらいいんじゃないですかねそしたらオートリター・タンはここら辺で日本で天才とか言うてる人たちはここら辺だってまあ、だそういうのってさあのちょっと特殊な趣味っていうか特殊な頭脳を持ってる人の中でしか通用しない話だからだからマスメディアの中では。 よっ天才って <laughs> 言っときゃいいんじゃないの <laughs> と僕は思うんですけどこれは面白いからあのコメディのネタで上げといてもいいかもしれないですねえっ、ー、と春と石川さん森先生こんにちは来年オーストラリアの大学に留学しますそうかそうか頑張れよそのために英語のリスのを練習したいのですがどのように練習したい,いいのでしょうかはいあのざっくり言うとねえー、とまあジョルハンエクスペリエンスでもんでもいいしっていうかもう臭なこあるじゃん今あの面白い英語のリスニングマテリアルって であの,あのですね、スポークンワードっていうかあの、いわゆるオーディブルブックだと、ちゃんとした人がちゃんと話してくださってんで、やっぱり、ポッドキャスト系がいいと、ポッドキャスト系はすごく今、流行ってますよね、英語圏だよね。で、ジョローガンもいいし、レックス、なんとかんだっけ、<laughs> あの人の名前、いつも忘れるんだよな、MIT のなんかロシア人っぽい、半分ロシア人のなんとかって言うじゃん、レックス・リドマン。えー、とだから えとああいうポッドキャスト聞いてもいいと思うし要するにそうすると何がいいかというとポッドキャスト系だと彼ら日常会話っていうかその雑談モードで喋ってるんであんまり丁寧に喋ってくれないからそれを聞き取れるとあのよくいいんでで,でだからそうやってレッスンで練習してほしいんですけどもう一個はねオーストラリアの英語って生まってるんでいや別にこれオーストラリアの英語が悪いって言ってんじゃないよ生まってるんで オーストラリアの英語に慣れるという意味では、オーストラリアの人のポッドキャスト系をあの聞くといいんじゃないですかね。オーストラリアの名前って独特で、僕から見るとなんかアメリカ英語よりイギリス英語に近いところがあるんだけど、でもイギリス英語のオックスブリッジみたいな感じではなくて、ちょっとなんかなまってるみたいな。<laughs> 本家の森さん、森先生の好きな感じなんですけど。<laughs> あこれ,面白いいやこれはまさになんで俺は受けちゃってるかというとあのこれ先日あのパックンが <laughs> 来たのよねあの僕のラジオのゲストにそのうちあの出ると思うんだけど「ドリームハートにね俺その事前のリサーチしてる時にパックンが FCCJ って外国特派員協会っていうとこであの講演した時の英語のスピーチがあってその中であのよく聞かれる質問として「なぜ日本に来たのかの?」と「好きな感じは何ですか?」と。 あと「座右の目は何ですか?」ってよく聞かれるってパ,パトリック・ハーランさんがねパックンが。で「好きな漢字は何ですか?」って言われて「そんなの分かんないはずねえじゃん」っていうジョークで言ってたんだけどあのー、まあそういうパックンのそのやってり思い出しちゃったんであのー、なんだろうな「真実の真ってや書いとこうかあと誠「真実の信念ねあれは何ですかって言うとその僕ほら基本的に漢字より。 ほ俺保守主義者だから大和言葉の方が好きなわけだよね基本ね漢字より。でどちらだと山だかというと大和言葉で「ま」っていう「ま」「真、ま、心」とか「真っ白」とか要するに何かを突き詰めていった時にそこに本質の中枢っていうかエッセンスがあるっていう考え方が「ま」って考えたんね真、ま、夜中」とかだからその「ま」ということに当たるんであのまま「ま」「真」っていう字が好きかなと思いますけどね。 えーと神社太郎さん森先生こんにちは、神主をしている、おお、そうですか、神主さんね、えーと、選択的夫婦別姓に関する議論をはじめとして、個人主義が台頭しつつある昨今、家族やコミュニケーションをベースとしている神道や日本仏教は、これからの時代をいかにつないでいくことができるのでしょうか、諸行無常といえばそれまでですが、先人から受け継いできたものが伝えていくことに悲哀を感じますご申し上げますす神神社社太郎ささんありがとうございいいい僕ははつも参拝せててただます。 神社太郎さんの神社にもいつかご縁があったら伺いたいと思うんですけどそれでですねおっしゃることはすごくわかりますで家族やコミュニティをベースとして大事にする神道の考えだって大事だと思うんですけどただそ,のそれが選択的夫婦別姓制で崩れるかというと僕は必ずしもそう思わなくて分かりやすく言だから同性夫婦同性であることよりもある時っていうかあ,あ,るあってこうだっていう時よりも 選択的別姓制にして、あの、だけど家族は大事にするっていうこともあるんだと思うんですよ。実際、あの、中国なんか、ね、えー、と、夫婦別姓制ですけど。あの、むしろ家族とか親族のつながりって、日本以上に、あの、濃いところがあるじゃないですか。なんで、あの、そこはね、別なんだと思うんですよね。ですから、お考えになっていることは、お考えになってこと、ちょっと、あの、わからないわけじゃないんですけど。むしろ家族とかコミュニティをベースで、大事にしていくという神社、例えば、あの。 ウジコの方がいらっしゃいたりとかね、ああいうことはこれからも大事にしていったらいいと思うし、大事にしていけるんじゃないかなと。わかります。剣保ちゃん先生、そうですよね。そうじゃそうじゃ。ああ今日はまたモルホチョに乗ったー。剣保ちゃん先生どうですか。やっぱり家族とかコミュニティって大事にしたい方がいいですよね。そりゃそうじゃ。それ別姓制であるってこと,となんか関係あるんですかね。んあんまり関係ないと思うよ。それとは別になんか大事にしていけばいいんじゃないかな。 <laughs> また明日 <laughs> ありがとうございました。